しました。何だった？何が揉めた？なんか知り合いみたいな。バン先輩、こちら見てください。見たことあるす。バン先輩。ちなみにここのボスは、青い髪の方です、はい。ボス出てきてください。ボス、ボス一番前に出てください。あ、ボス、うちのボス。うちのボス。喧嘩してんな、なんかな。ああ、なんか、なんかな。なんか煽ってんな。あ、私、釈然としない。ああ、うちのボス、強制面接。しかも、バン先輩。期間があるの。なんだ。ボスじゃないみたいです。何ボス、すみません。ボスじゃねえの、これ。おっと、ボスじゃなくて、これ。どっからどう見ても、どっからどう見ても小物感満載でしょ。小物感満載って言った。小物感満載っつった、今。ああ。みんな冷静に冷静に一旦ちょっと話聞きたいっすよね、詳しく。ちなみに何番って何番ってそういう感じになっちゃったんです。その赤スーツに黒のシャツってどうしてそうなっちゃったの。あ、うちの色が赤やから。もう別に中の黒じゃなくてもいいじゃん。え、黒の方が締まるかって。バン先輩、もっと言ってやんなくていいんすか。え、あの、まあ一体黒の方が締まるんだったら赤のネクタイとかはもう黒のネクタイに統一するんじゃないの。締まってないじゃん。ネクタイは俺はしたくない派。してるやつはどうだ。ここは個性を出していこう。個性です。そうですね。じゃあ個性っていうのは人のこういうのは個性なんだ。これ個性、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 これが個性。どこの町のどこのどなたのことを思い出してるかわからないんですけど、この町では赤スーツとか、ボイラ天下にいたの、ボイラ天下にいたの。個性でしょ、個性。お客さんたち、ごめんね。まだそっちの方がまだね。